こんにちは。海進整骨院の加藤正樹です。今回は腰痛の予防の仕方についてお話ししたいと思います。で、長時間のデスクワークやったりだとか、あとは立ち仕事ですよね。そういったものですごい腰が痛い、腰痛で悩んでるっていう人はすごい多いんじゃないかなと思います。で、腰が痛くなるとですね、やっぱり仕事とかに集中できなかったりだとか、動きに動作にですね制限がかかってきたりして、やっぱり仕事の効率っていうのは下がっていきます。で、何よりやっぱり痛いってのは辛いんですよね。で、その辛い腰痛の原因としてまず考えられるのは、この腸腰筋っていうのが衰えているってことが考えられます。で、腸腰筋ってどこにあるかというと、まずこの背骨の腰の部分ですよね。そこからこの股関節に向かってついているもの、これが大腰筋って言います。それとこの腸骨、ね、骨盤のこの内側の上側からこうついてる筋肉ですよね。股関節の向かってついてる筋肉、これが腸骨筋で、この2つの筋肉を合わせて腸腰筋って言うんですけども、この腸腰筋が衰えることによってこの体幹っていうのがすごい弱くなってきたりとか、あとは背骨を歪めてしまったりだとか、そういったものになります。その結果は腰痛を引き起こしてしまいます。ですので今回はその腸腰筋っていうのを鍛えるトレーニングを紹介したいと思います。で、方法としてはまず仰向けに寝てください。で、仰向けに寝たら次はおへそを見るようにしてぐっと頭を軽く上げます。で、ぐっと上げた状態で手は45度開いて支えてください。で、この状態から足を軽く上げます。で、このポジションからぐっと膝を腹筋に向けて引き寄せてきます。で、引き寄せだけ引き寄せれたら2秒間キープしてください。で、キープできれば元の位置にゆっくりと戻します。で、この運動をだいたい10回から15回ぐらい、だいたい2セット行ってください。そうすることによってですね、この腸腰筋っていうのを鍛えることができますので、腰痛の予防にもなりますし、あとはぽっこりお腹ですよね。そういったものの解消にもつながっていきますので、皆さん一度お試しください。では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。